どうも、中作のゆきです。はい、というわけでね、今回の動画は2月に購入したアイテムのベストバイをやっていこうかなと思います。早速ですが、今回購入したアイテムは今私が着ております、わかるかな、このサイズジャパンのデニムのセットアップになります。過去にね、一度チューズの YouTube チャンネルでもこのサイズジャパンブランドについて紹介している動画を上げさせていただいたんですけど、今回もね、プライベートでも仕事でもよく使用させていただいております。スーツをね、新しく新調いたしましたので、こちらのアイテムを紹介していこうかなと思います。ザ・スタイリストジャパンはスタイリストでもある大久保敦史さんによって展開されております、スーツやセットアップを基本メインとしたブランドとなっております。自分に合ったね、サイズ感のセットアップが展開されておりますので、まあ、このね、アパレル業界に入ってからずっとお世話になっているブランドなんですよね。なんだかんだでね、セットアップが今回の購入分を合わせて、黒のセット、赤のセット、フェイスリー、バラのセット合わせて4着ありますね。ブランドについては前に挙げた動画にて詳しく説明させていただいておりますので、そちらの方もぜひご参照いただきますようよろしくお願いします。まあ、まず今回購入させていただきましたセットアップのご紹介をさせていただきます。ジャケットのシルエット、パンツもメカニックパンツと名付けられている通りのワイドシルエット、ワーク感を感じながらもストライプのデザインや全体のシルエットバランスで見せるスーツだからこそ感じる紳士ながらの綺麗な着こなしができます。そしてデニム生地によって形作られたセットアップは、着ていけば着ていくほどに味が出る経年変化を楽しめるセットアップになっております。スーツって一般的な生地で言いますとウールとか基本劣化していくものなので、作られていることが多いと思うんですね。もちろんそれがダメだってわけではないんですよ。高級感のある生地のスーツも男たるもの一着は持っていても損はないですからね。でも今回ご紹介したい部分はデニム生地っていうところなんですよね。デニムは劣化ではなく変化をもたらしてくれます。自分が年を重ねるごとに着用するたびに色が変わっていく、思い出とともに長くお付き合いをしていく服ってイメージなんですよね。やっぱりね、そこにロマンを感じてしまうじゃないですか。年数が経つにつれてボロくなるのではなくかっこよくなる、これが経年変化っていう洋服の遊び方の一つなのではないかなと思います。それにデニムのコーデの可能性は無限大ですからね。合わないものを探す方が苦労するんじゃないかってくらい万能ですからね。ザ・スタイリストジャパンブランドのコンセプトのように、スーツの着こなしをわからない人に生地感やサイズ感を変え、スーツやセットアップのイメージを緩和し、もっと気軽にプライベートでもセットアップ着ようよ、こんなにかっこいいんだよって語りかけられている、そんな気がするアイテムたちとなっております。というわけで皆さん、いかがだったでしょうか。自分の世代だとトンネルズのおかげでしたっていう番組の名物企画で、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、男気じゃんけんっていうのがあったんですよね。勝った人がご飯とかをご馳走するっていう企画の、その企画中に木梨憲武さんが着用されていたのが、おそらくこのスタイリストジャパンのデニムのセットアップだと思うんですよね。その当時からね、やっぱずっとこう番組をリアルタイムで見ていた世代の僕からすると、当時からもうずっとかっこいいな、いいなと思ってたんですよね。なんか皆さん想像しづらいと思うんですけど、僕そのおしゃれ初心者の時、高校生がいてですね、その時のスタイルってスーツスタイルが基本やってますよ、高校生だからなんでね、その企画で見ていた、木梨憲武さんのデニムセットアップかっこいいな、いつか着たいなって思っていたんですけど、そのアイテムもね、今自分が袖を通しているっていうね、もう感じますよ。
でも残念なことに今年の2023SS で16年前にスタートされたスタイフジャパン一旦休止になってしまうんですよね。数々の名作を作り上げてきたブランドが休止になるっていうのは悲しさはありますが、でもね、今後新しいブランドを企画も進んでいるそうなので徐々に期待していきましょう。16年間本当にありがとうございます。はい、ではこんな感じで今回の動画終わりにしましょうかね。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。